やろうぜ。ここか。天外し。何引きたいだろう。あんまり引きたくないカード。なんかこれ事故がないのが強いわ。勇者ソロで。テリーがかなり強化された感あるよ、個人的に。どうなんだろう。何それ、かばってる。腹渡かば男テリー。ソロでこれ何かばん。これ絶対あれでしょ、ライアスとさ。ロー、ポムポムプリンのために我慢しとこう。ルシドリは俺のターンだ。まだかつてないほどだ、ポムポムプリンを愛している。まあ、次あれでしょ、 D カードゲームチャンネルでいいでしょ。だからびっくりさせないでくれよ。これ強くない、ビルスピリッツ。泥ヌーバーの完全上位互換、強くないこれ。ドロヌーバーで強いのにさ、これマジ強すぎるんだけど、イブリスピリッツ。だからさ、びっくりするっつってんだろ。どうやら私の舞台に上がらないといけないようですね。こいつ生き残ったこと見たことないわ。見せてやるぜ。でもこの動きやっぱ強いな。次さ、どう、高校テンション貯めてなければ、あ、これテンション貯めない方が良かったかな。そしたら、ロー。整いました。ネズッチと一緒。実質ネズッチ。このままでは未来が。あー、強いよ、それ。オッケーオッケーオッケー。オッケー。これこう、ちょっと待って、謎の進化強くね。あれ、こう、あれこの進化強くね。あー、これ間違えたかな。さっき戦車で全体1ダメージ与えて、でこっち取ってだったな。間違えたな。2分の1だもんね。当たれば何のこっちの方が、はい、プレミじゃありません。はい、プレミじゃありません。あっぶねえ。プレミするとこだった。あぶねえ。当てれば50パンクソもねえわ。まあ、3、4がやっぱ嫌だったけど。これって武器、この武器が強いよね。特技だけだったらそんなさ、テリーとかでさ、強くないけど。損ないもんね、テリーで。なんて顔してんだ、お前、おい。なんて顔してお前、天空の剣取ってんだ、お前。なんで僕勇者やってんだろう、みたいな。完全にシンシアのこと引きずってるわ。この顔。シンシア中。俺は仮にこの、仮にこのソロをシンシア中と名付けよう。ポン。ほら。ドローだ。これ顔殴る意味ないんじゃないかな。テンション、バルーンコール、匂いだ。これ、ああ、塩を勘違いしてました。は？ここ、え？あー、そういう感じね。ピサロナイ塩ね。はいはい。見せてやるぜ。ピサロナイと塩か。プレミマスター。難しいわ、ほんと、ライバルス。書いてくれよ。ピサロナイと塩で、兄さんのプヨンターゲット出す。わかんないでしょ、ピサロ仕様か、ピサロナイト仕様じゃないのか。難しすぎる、俺には。まずいな、これ普通の敵じゃねえ。いや、テリーあえて俺顔殴らない方がいいと思うんだけど。
殴らないという選択肢。いやまだポンポンボムは早いと思っていて。じゃあいつ行くの？パンパラパンパンパパパパン。パンパラパンパンパパパパン。パンパラパンパンパパパパン。ローで、当たるっしょ俺なら。二分の一。わしの出番かの。何をそんな興奮している。俺特技入れてないんじゃないかなと思うんだけど、天空への挑戦入れてんだよ。何やってんだお前、ほんとマジで。ローやめた方がいいよ、ほんとに。こんなローはローじゃない。ローの形をした戦車のタロット。サイコロもやっぱ強いよ。バックアード仮面男が消えたが、まあいいだろう。テリーが手札10枚って久々見たな。普通のデッキで。なんかもうこれアリーナのテンションスキルとかめちゃくちゃ弱くなったんじゃないかなって思うんだけど。っていうつうかテンションスキルがなんかもう使う意味というか、なんでテンションスキル使うのかがよくわからなくなってきた。4コスレ太陽アド取ってるように見えて陣引かれてるからそんなに取ってないんだよな。こうやってライアーソーと何？グレーになる？グレーになる？グレーグ？なんで先に使わなかったの？溢れる。溢れさせれたの。ちょ、待って、これめっちゃ強くね？サイコロ。アヘガオダブルピース。サイコロ強え。サイコロ舐めてた。俺サイコロのことをバカにしてたよ。まあ適当に仁王立ち出しとくか。次の天変地異へ備えて。これでまあ HP15 調整も兼ねて。見せてやるぜ。相手のテリーのさタイプがよくわかんないわ。まあどうせライアンだろ。天変地異ホイミンに座れたらどうしよう。それだけは気がかりだ。ブラレー。ああ何これ。ああ、なるほど。で？のフローラ入れてるって言うのはちょっと、なんなんだろうな。魔人。盾名人か。さて、何にしようかしら。新宅でもいいです。新宅こっちでよくない？しぶたくで何が来るかな。いいね。いいね。俺さ、でもさ、入れてないと思うんだよね。武器だって引けなくなるじゃん、確定で。と、俺は読んでるんだけど。どうだろうか。まあ、1ダメージ与えてもいいわ。あんま良くないか。おーいっす、トモキヨです。悪くない。テリーのテンション腐りがちだしね。これ一旦ライアン出し、いやそれないか。使ってきたか。ライアン。あ、なんでこれ2コスだったの？あ、攻撃した分か。ミネアからでしかライアン使ったことないから知らなかった。へえ、俺が変えてやるよ。
その環境で。ほい、なるほど、これが強いわけか。はぁ、ちょっと積んだ、は、何それ、バカなんじゃねえの、バカなんじゃねえのは、これどうやって、はあぶれありがとう神様、ありがとう救われたよ。これスライムに変えればいいわけでしょ、これスライムに変えればいいんだよね、これ彼を、彼をテンペチ取れないでしょ、テンペチ特技扱いなんだよ、もう取れないのくせ、これでライアンの方でいいよね、ホエミンの方がいいかな、ライアンでいいよね、ねえ太陽でいいでしょ、どうよ、あ、何、何かしましたか、あれ僕今何かしましたか、見せてやるぜ、え、僕なんか今すごいことしました、やべえ、ナロー系主人公の気持ちがわかる、なんだこの優越感、美しい美しくすらある素晴らしい、何がお前特殊勝利だ、どうだろうか、次導かれし者たち、まあヒーローなのかな、普通にこれでシャキーンブライがいない、導かれてないブライとともに、これで、まあ、まずはシスコン女、それはデュラン編でよく知ってます、ジュリアナ東京で、ゴリアテ姉さんさ、出す必要なくない、これ出すかもうわかんねえ、出すか、いや出さない方がいい気がするな、ホイミンが死ぬもん、あ、でもホイミン死なないのか、姉さん行く必要ないよね別に、パワーオブパワー、いやもうこれエンドでいいっしょ、大丈夫大丈夫、盤面取られても天変地異で返せるし、いやこっからリーサルはない、さすがに手札で16点出ないっしょ、剣心のなんちゃらみたいなので行く可能性あるか、キュート吹くジャガーメイジ、ドゥ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 、ライアンが勃起、全部わしが切るぞおい、ホイミンに受けさせろバカお前効果読めちゃんとライアンがちょっと好きすぎる、愛しすぎてるホミロンフェチすぎる、ホイミスライムでしか性的快感を得れない、変態すぎる、特殊すぎる、ライアン特殊性癖、で姉さん、どちらが運か白黒つけようじゃない、でこれ盤面取ってか負けないっしょ、でこれもうちょい必要ないから使っていいね、さあ未来は私の手の中に、これポムポムボムという狂気のフィニッシャー、おい、あ、もう溢れるか手札、やめとくか、ここはまずドロー、牛取り完璧いやこれさ、ポムポムボムのために
取っておく。見せてやるぜ。3点ぐらい食らっていいでしょ。ポムポムボムリーサル、夢にまで見た。ブラッドソード、ブラッドソード、何2個すか3個すかと思った。あ、強いな。俺に力を貸せ。強いけどね。相手のデッキって結局フィニッシャー何なの？な、雷鳴が来るかと思ってたんだけど。おお。え、お前この手札に今ない？ドレアム？ババ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 バ。なるほどね。パパ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 パ。これを見てもまだ弱いと言えますか。ポムポムボムのこと、これならどうかしら。おいは、あ、1点足りない。どっかで言う15点ケアとか言って1回殴んなかったのか。ここに来て妖怪1足りない。まあ、でも強いっしょ。次たらポンポンポンの残ればジュリアナ東京でいいわけだから。それでもポンポンボーの優位性には何ら変わりはしない。やっぱこれがちょっと壊れてるな、運命の導きが。なんかいろいろやりて、いろいろやりてえよ。遅延してえよ。謝罪しとこう。あ、謝れない。謝れません、ミネアは。退屈させるなよ、本気で来い。退屈させるなよ、本気で来い。ちょっと待って、退屈させるなよ。あ、違う、これこう。俺ちょっと一個気になることがあって、これ写し見したらどうなんの。これ写し見したらどうなんの。新たな見るデッキの予感が。なんだこれ、なんかいっぱい増えた。いらねえ、ポンポンポンとかバブリンか。シルビアが増えたのはいいことだが、ポムポムボムで決めよう。なんだ今の。